はい、どうも皆さん、おはこんばんちは、チョモランマタケシです。今日も元気に NPS 系モバイルやっていきたいと思います。ということで、先ほどね、実は生配信で、19連勝までね、取ったんですけど、その先はちょっと、エネルギーをちょっと無駄にしたくなかったんで、やめまして、で今ね、ちょっと5個、まあ、まもなく6個溜まりそうなんで、ちょっと最後、ちょっと20連勝いけるのかっていうのはね、ちょっと動画で撮っていきたいかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。チョモランマタケシの NBA TV。 じゃあやっていきましょう。はい、で今私のパーが今こんな感じですね。はい、これガチパで、でまあぶっちゃけポイントガードのところは、リラードなんですけど、ガチパで言うとまあただまあカリーね、やっぱ3がちょっとやっぱり慣れてる分入りやすいので、カリーをスタメンにして僕は使っております。でスタボは 20% なんですけど、あんまりまあ気にしてません。はい、でポイント報酬の方は、25,892 でですね。まあ、ロードマンはもう多分確定でいけると思う。初日なんで、一応初日今、初日っていうかまあ、ちょうど0時回っちゃったけどね。はい。まあ、24時間は経ってないんで。はい。ただ、ちょっとね、イベントの方も、あと、ちょっといっぱいしたらもう終わりなんでね。さあ、最後の戦い行きましょう。さあ。さあ、行きますよ、もう。さあ、相手はね、ちょっと。はい、行きましょう。相手は、アビリティつけないようにね、して、ちょっとやっておりますんで。さあ行きましょう。さあまたヤニスか。うわ、待ってヤニスからだ。でもヤニスもね、決められるよ。やばい、ちょっと待って、ミスター今。これね、マジね、同じ人いるんじゃないですか、あの、初手ヤニスが、マジで。初手カリーで行きたいんだけど、防護していく。落ちろ、クソ。やばい、待って。おい、動画取り出していきなり負けることはねえよな。だって、またヤニスデジャバル、ここ。ヤニスもデジャバルな、お前は。オッケー、剥がれてる。来い、これ確実に。よしよし、オッケーいいよ。これです。もう俺はこれをもう何回とやってきたことか。やっぱり3をね、もう1分しかないんで、小畑は。やっべ嘘、今一瞬外れたかなと思ったんだけど、ちょっと待って、またヤニス、またヤニスデジャバルこれ。これ何、これどういうことなの、ヤニスがデジャバルの。嘘、ボコられた、マジか。嘘、待って待って、負けるぞ、これ。ちょっと待って、負けるって。これもう、もうこう、もうファール行くしかねえな。ちょっと待って、負けんの、いきなり。生配信であんなに勝ってきたのに。ちょっと、やっぱ初手ヤニスなんすよね、そこが。まあ、ここ、もうスクリーン。ちょっと待って。ファール、ファール、うん、7.4 秒。7.4 秒あれば大丈夫。OK。ここもう同点狙うしかないです。決めてきていいよ。誰も外してくれ。まあ、しゃあない。で、デシャバンな、マジでヤニス。これマジ、なんなん、ヤニスデシャバルの。ヤニスデシャバンな、マジで。来い、頼む。あ、待って、2じゃねえ、もうやだよ。もう負けた。もう19でストップ。マジか。動画撮った瞬間負けたんだけど。うわぁ、マジかぁ。あぁ。20行きたかったな、20。しかも20でやっぱコレクションアイテムなんで、リセットになってしまいましたね。じゃあ。あ、もうちょっと上だ。はい、これで今、3339位ということで、ね、3000位漏れてるんですけど、これね、バグってるんですよね、なんか。これね、もしかしたら運営が、ちょっとね、何かやらかしちゃってんじゃないかなと思います。ちょっと。まあ、対応、ちょっと何も、ツイッターとかも何も反応ないんで、どうなってるのかわかんないですけど、まあ実際僕、その3330いくつじゃないですか。だから、3001位に入ってんのはおかしいんですよね、これね。なんでちょっとよくわかんないですけど。まあ、ちょっと待ちましょうか。はい、運営からの回答が出るまで。はい。チョモランマタケシの NBA TV。 ちょっとせっかくだからちょっと続けてやる。306といる。これどうなんだろう、これ逆に行ってみる。ブロンズパ来たんだけど、うわー、まあいっか。ペイトンだったらいけんだろう。さあ行きましょう。ちょっとヤニス出しゃばんねマジで。 OK、 カリーでも2分の1なんだよな結局。来い、よし、初手だったらこれいけんすよマジで。さあここで
まあ大体今の初手3が入っちゃえば勝率はまあ8割から9割ぐらいあるんですけど、まあまだちょっとねしっかりと、おいやいいよ。でここを最初抑えれば本当 95% 勝率 95% です今。でそっちじゃない、ヤニスでもう一回で、ここ抜けてってそう、やばい戻れ、まあしょうがない。で次24秒切るんでここ2でいいんですけど、2打たせて、逆に2打たせていいよ。はい、これ逆に2今打たせました。落とせ、オッケー、いいや、よい、落とせじゃない、入れてよかった。で逆に今ね2打たせるっていうテクニックですね。はい、2なんか狙いに来てたんで、そこはもうどうぞどうぞっていうところで、はい。であとはここキープでいいです。しっかりとキープ、しっかりとキープでいいです。でこれでわざと外しました今のは。はい、わざと外すっていうテクニックですね。はい、なんでかはだいたいわかるでしょう、わざと外しておく意味は。 OK、 とりあえず1連勝。まあこうやってやってるんですけど、さあなぜかヤニスにするとヤニスが出しゃばるので、ちょっとヤニス外しましょう。ちょっとヤニスはねダメ、もうほんとダメです、こういう人はほんとにダメ。 AD でこういう時はもう、でそうするとこれパワーがガクッと下がっちゃうので、僕の場合はこれレブロン、これ2人でアビリティがエグいので、あのガチパンに匹敵するパワーになります、これで。はいアビリティがついてない。まあ本当はねちょっとメンター外すやつやった方がいいんですけど、ちょっとめんどくさいんでもうやってないです。あ、これで5600、これだったらガチ上かな、ギリ上かな、うん、はい、行きましょう。はい、さあでもねちょっとここで本当にカリーがやってくれれば、あーでも左から右か、左から右はねマークが絶対つくんですよ。これ何なんですかね、まあ一回これなんか法則があるんだと思うんだけど、いやーくそやばい、やっぱ初手、ちょっとしっかりと、やべ、ちょっと今のは無理だった、くそ、スクリーン読んで、しっかりと、ちょっと待って。右に行って。オッケー、剥がれた、これ剥がれました。来い、よし、イエローだけど、綺麗にフリーになったんで入りましたね。やっぱフリーで打つっていうことはものすごく重要なんですよ。本当に。本当に、やっぱ綺麗に剥がすっていうちゃんとディフェンスを。オッケー、前取ってる、オッケーいいよね。オッケーいいよね。で、ここはもう、はい、これ勝ち確ですね。だから、初手、おい、初手3決まんなくてもいいんか。いや、ヤニスで俺シュート打とうとしてるから、いかんわけで、まあ、ヤニス当たっちゃったらもうしょうがないんだけどね。OK、これもわざと外しました。OK、いいです。いいですよ。はい、2連勝でございます。はい、もうこのまま負け知らずで、とりあえず行きましょう。ちょっと待って、やっぱヤニス戻すわ。2分の1でね。2分の1でヤニス持っちゃうけど、もうしょうがない。もうしょうがない。もうしょうがない。考えない。あ、待って、相手のパワーとか全然選定しなかった。で、ヤニスもう切っちゃうけど、しょうがない、これも。で、ヤニスだとやっぱ入んないから、ここで。ちょっと待って、お前、初手パスミスんなよ、お前。ボコして。よし、いいよ。で、ここで。ピーペン、いけるんだったらそこ、行ってもよかったけど。トンプソン。トンプソンもね、あそこドフリーで、角いければ。あ、待って、これ、オラジオ入る。そっち飛ばす？今、あ、ってこれ、抜けたわ。ちょっと待って、ミスった。ヤニス、これ抜けたら君最高。もう一回、くそ戻れ。ちょっとねプランをね本当は変えちゃいけないんだよな、やっぱしばいて、くそ、やべ、リラード、うわっ、くそ、ちょっと待って待って、ヤニスがここで出しゃばんのがマジムカつく。そこはもう本当にここ絶対借りていきたいのに出しゃばんな、マジで本当に。オッケー、これ剥がれてる、綺麗に剥がれてる、こい、あってミスった。大きい、でも綺麗に剥がれてたからなんですよ、綺麗に剥がれてたから多少うまくいってくれた。よしよし、マジでぶん投げマジ入んのやめろ本当に。今日村正の NBA TV、 本当に初心に帰んないといけないんですよ、本当に本当に初心に帰って、絶対初手3、絶対カリーでもう3で、もう1分しかないんだから、3がいいんだよ。3決めれば。2なんかいらないんだよ。出しゃばってきたよね。はい、出しゃばってきてる。ヤニスが出しゃばってきてるけど、ここカリーで。さっきさそこのパスミスったから、マジで。で、ここナッシュちゃんと剥がすよね。ちゃんと剥がす。
ちゃんとすごいついてきてる。ダメです。オッケー、剥がれてる。やばい、ちょっと待って。今のメーターミスりすぎ。さすがにイエロー出さないと。しばいて。オッケー、タフ。これ絶対タフ。タフ。オッケー、あれ入ってる、マジで。頭おかしい。あたおか。さあ、ここ。はい、ドフリー、これ、狙います。あ、待って。よし、イエロー出したでしょ。ドフリーで。だからいいんですよ。さあ、ここで。さあ、2点でいいですよ。相手2点でいいです。全然2点でいい。全然2点で来いよ。てか、スリー打たした、あ、ね、これ、はい、これ2点なんで、逆に、ちょっと待って。これやばいって！さっ！わけわかんねえんだよ、あれ。ジャニス、お前何突っ立ってんだよ、てめえ。来い。あ、くそ！なかなかむずいっすよね。本当に1分で試合が消してしまうので、本当にね、一瞬の判断で、あ、いいんだよね。あ、そっか、相手のパワーあんま、選定しなかったけど、しっかりアビリティついてなかったね。最後、ここ抑える。でも、こういう試合も勝っていかないと、いかないといけない時もあるんで、さすがにね、毎回、勝ち上がれる。おーど、あ、待って、危ない。今、バックパスそうだったから、パス出しちゃったんだけど、さあ、ここ、しっかりと。ギャニスだから、スピードの、待って、ちょっとやめて。オッケー、剥がれてる、これいける。ちょっと待って、ピーペン邪魔すな、てめえ。頭おかしいのか、お前。来い。うそ！ちょっと。やばいよ、これ、マジで。スリーは、ボコして。落ちる、よっしゃ。ちょっと。まあいいよ、2いいよ。でも、この修羅場。だから、ヤニス、ここで出しゃばんな、お前、マジで、本当に。わけわかんねえ、おい、マジで。ぶち切れんぞ、マジで。で、ここ、マジで、ほんと、6秒で剥がさないといけない。剥がせなかったら、もう、これでいくしかない。うわっ！負けたー。まあ、しょうがない。もう、ほんとにね、もう、ムカつくよ。ムカつくでしょ、みんな。イラつくんだけど、もう、しょうがない、これは。もう、ちょっと夜だから、もう、ダイパーもできねえし。超ムラマダケシの NBA TV。しょうがないよ、本当に。こんな楽しくやってる、楽しいですってやついないから。あれ、まあ、重い。あれ、イベントエネルギー終わっちゃったけど。まあ、こんな感じでね、まあ、やっておりますんでね、少しでもね、より高い報酬目指して皆さん、頑張っていただければと思いますね。ちょっとね、すいません。20連勝とこれお届けできなかったんですけど、まだね、まだ、まあ、始まったばっかりですので、まだより高い報酬目指して頑張っていきたいと思いますんで、お互い、まあ、ライバルですけど、頑張りましょう。はい。それでは、See you next time!バイバイ。Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror.